前回のマインクラフトは巨大な街を建設開始、初めての聖地掘る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 、とにかく掘る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 、これは想像以上に時間がかかるぞ。夜の間に作業をしてるといろんなことが起きてしまった。いくつかハプニングは起きたものの、なんとか聖地が完了した。登録。はい、ナオチンです。本日もマインクラフトをやっていきます。よろしくお願いします。村の土台が前回完成しました。で、照明がね、ないんだよね。松明しかないから、ちょっとかっこいいライトを入手しようと、ここネザーに行ってこようと思います。グローストーンがどうも光るらしいので、グローストーンを取って、で、レッドストーンと合体してなんか照明ができるみたいだもんね。とりあえず、ネザーに取りに行きましょう。ゴー！あれか。この上にあるやつだな。ちょっと待ってね。もう、ガストうっといな。ちょっと弓持ってくるのも忘れたから。もうちょっとガン無視して。おい、ぐらい！お前、近寄ってからやるぞ。お前、ちょっとあいつ調子乗りやがって。で、これを取るのに、これだよね。シルクタッチがあると取れるんだよね。お、ああ、落ちちゃった。シルクタッチがないと、あ、取れないんだもんね。粉になって。オッケー。この日のためにシルクタッチを作っといたのよ。これでいいっぽいね。もしやダイヤモンドのツルハシじゃなくてよかった。まあいいや。ダイヤモンドは、ちょっと多めに残ってるんで大丈夫です。これ下に溶岩あるから、もったいないからね。OK。あ、違う。こうだ。溶岩は潰してと。取れるようにしとこう。おーい！来なくていいって。もう！全部倒した？倒したね。いた。で、これで、シルクタッチで壊していきましょう。これぐらいありゃ十分でしょう。こんだけあれば大丈夫。戻りまーす。よし、これでレッドストーンの粉を合わせるといいんだよね。レッドストーンの粉とこのグローストーンでアイテムができるんでしょ。これだ、レッドストーンランプ。結構アイテムいるな。まあまあ、できる限りこれ作って、あっちの整地したところに設置していこうか。あ、まだ全然できるな。レッドストーンの粉があればいける。確かまだあったぞ。もう少し作れたんだけども、まあ、とりあえずこんだけあればいいでしょう。レッドストーンランプがこれだけあれば、だいぶ光る。あのね、松明が、こう、ニョキって出てて、ちょっと格好悪かったんだな。格好悪かった。これは、壁とか床に埋め込めるんで、これなら、外観も、いいんじゃないですか？はい、松明撤去しました。撤去した。でもこのまんまじゃ、真ん中あたりから敵が湧いてくるんで、一回ちょっと下に埋め込んでいこうか。一列ちょっと埋め込みましょう。確か松明がなんか15マスか14マスって書いてあったんで、まあ、このあたりにしときゃ間違いないんじゃない？この辺からちょっと一列掘って、で、そして、埋めていこうか。とりあえず入れ込んだね。これでちゃんと光るのかい？レッドストーンランプは15マスって書いてあるから、こっちとこっちにしとけば確実に明るいはず。どうだろう、成功してるか。あれ？あれ？敵が、敵湧いた。なんで？
埋め込んじゃダメ？敵思いっきり湧いたよ。ちょーい。え、なんでだ？埋め込んじゃダメか。あ、確かになんか全然光ってない。え？え？ちょっと待って。明るくない。え、なして？なんか、え？カラクリが、え、真っ暗じゃん。え、真っ暗だ。え、これランプだよね。どういうこと？なるほど。ランプはスイッチがないとつかないらしいね。ちょっとスイッチの使い方がまだ分かってないので、グローストーンを埋め込みました。これで光るでしょ？光るよね。ちょっとスイッチはまた今度しよう。で、次がね、ここ。このね、囲いの中の村人たちを外に出してあげたいのよ。なので、一個、家を建てるか。家を建てて、で、中に、エンチャントテーブルとか、そういうのを設置していこうか。ちょっと作っていきます。一応完成したのよ。見る中。中をお見せするとね、こんな感じ。とりあえず、村人をいっぱい増やそうと思って、とりあえずのベッド。うん。まあ、あとはね、あとからはもうこのベッドは撤去して、ここにまあ、かまどとかそういうのをいっぱい置こうかな。で、2階がこんな感じよ。うん。まあ、グローストーンでいいでしょ、ここは。ね。で、屋根よ、屋根。屋根が、どうもお話によると、階段で作るんだよね。階段で。うん。でも、なんだろうな。ああいう屋根じゃなくって、平べったいやつで俺いいかなと思うんだよね。うん。実際今の日本でも、ああいう屋根ってもう、少なくなってきてるよね。結構平べったいものって多いよね。うん。まあ、平べったくして、ちょっと、屋上に出れる感じにしましょうか。とりあえず、完成です。一応これでいいかな。ちょっと見た目悪いな。見た目悪いな。やっぱりあれか、グローストーンがいまいちなのかな。ちょっと、まあ、後々考えよう。まあ、中に入ります。そうすると、まあ、ベッド。これは後でね、片付ける。で、2階。こういう感じです。2階も何か作業スペースみたいにしようかな。で、3階が、まあ、3階というか屋上だね。屋上。うん。十分じゃない？十分だと思う。なんかこの日本家屋みたいな屋根じゃなくて、こっちの方が、もう全然実用的だと思うんだよね。実用的だし。なんかちょっと未来的な感じだから。俺こっちが好きだな。まあ、いわゆる豆腐ハウスってやつなんだろうけどね。では、早速、村人たちを解放しちゃおうか。ね。解放して、動いてもらおうか。どういう風になる？おお、大丈夫か？はい。これはもう必要ない。お前たちはもう自由だ。ちょっと存分に外に出て動いてみてくれ。よし、お前たちはもう自由だ。でもそこで寝てるの？そこ、中に一人入ってる。中に一人入ってる。オッケーオッケー。まあ、こんな感じでいいんだな。うんうん。このベッドをなくしてしまえば多分みんな中に入ってくれるでしょう。うん。で、村人をもっとどんどん増やして、ちょっと、施設も、拡張していきます。では、今日はね、ライトを作って、家を一軒新しく増設しました。ここの柵をね、壊して、村人を解放することもできたね。まあ、ライトって言ってもこれグローストーンなんだけど、ちょっとライトも、今後、挑戦していきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。